面白いアイデアだったらフータオに聞くのがいいんじゃないか。そうだよ、そんなに深く考えず好きな料理を言ってみて。今いろんな人にそれを聞こうと思ってるの。この料理にエビ蒸し餃子を追加するとエビ蒸し餃子は聖になるの。どう？わかるかな？焦ってる。つまり聖、どうと聖を組み合わせることで梅にウグイスのように絶妙な仕上がりになるんだよ。野菜とお肉をバランスよく取り入れ、しょっぱさと甘さでどちらも補い合うってことか。おや、珍しいね。今日は暇なのか。あ、なんだ、長生が喋ってたんだな。皆さん、今日は薬をもらいに来たのですか。ただここに薬をもらいに来る多くは子供や老人で、そういった人たちにとって大きく切り分けられた肉や海鮮は噛みにくく消化に悪かったりします。料理を細かく切り分けていればそれもだいぶ良くなるんですけどね。すみません、ここのところどうも薬をもらいに来る人が多かったので少々考えが偏。さすが先生だね、視点が違うもん。すごく勉強になったよ。シャンリンは料理の研究が大好きだし、まさに料理に人生を捧げてるって感じだよな。あら、旅人とパイモン、それにシャンリン。とりあえずこのことはまた後で考えることにするわ。それより君たちはここに何か用でも。よーし、3人の意見を聞けたね。みんなありがとう。ちゃんと参考にさせてもらうよ。祖父の手記を読むと、古代のリーユエにはかまど神なる者がいて、人々は決まった時期になるとこの神を祀っていたと書いてあった。かまど神に関して記された本はもともと少なく、内容も非常に錯綜しているわ。かまど神は岩王帝君だと主張する学派もあれば、別のものだという学派もある。弱心ばあちゃん、聞きたいことがあるんだ。ああ、書庫の掃除をする日に限ってまさか泥棒に会うなんて。僕はただついてきただけだ。まさか幽変国政もいるとは。何か重要な用事でもあるみたいだね。いい、旬の野菜を使った汁物、魚介の蒸し煮、煮物、このあたりが好きだな。オイラのイメージとぴったりだ。どうして満足サラダを。旅館の上の階にいる人知ってるよな。背は高くないが顔のいいあの人のこと。国政、シャンリン戻ったぞ。みんなこっちこっち。ここに慣れてるのね。私とグオッパーはこの席がいい。ロロロロロ、待たせたな。料理が全部完成したぞ。それじゃごゆっくり。俺は厨房に戻るよ。現象は。そんな大げさだよ。我、グオッパー、何やってるの。あ、その子が食べてるのって。国政の好物を盗み食いしないの。そんな、私のエビのポテト包み上げ。グオパ、おいたはダメだぞ。あ、しかも一つも残さず食べちゃった。もう外にいるときはいい子にしてって言ったでしょ。さっきも王女旅館で国政がこっそりクオッパーに美味しいものを食べさせてあげてたのを見たしね。気づかなかった？あ、今度私が焼いてあげるね。つまり国政もそれと同じだよ。第一印象はとっつきにくい感じがあるかもしれないけど、接していくうちに優しい一面が見えてくるの。それにクオッパーに料理を盗み食いされたにもかかわらず、クオッパーの面倒を見てくれるなんてすごく感謝してるんだ。なるほど。あれ、なんか急に外が騒がしくなったぞ。何かあったのかな。
あ、大きな鳥。龍雲釈風仙人みたいな名前だね。師匠。おお、こんにちは。それを仙人のしきたりとは無縁のリーユエ人が真似るようになり。ありがとうございます。国政様。どうしたの？国政様、行幸様がお呼びです。